こんばんは、平井博明です。今回はですね、オーバースイング。久しぶりじゃないですか。でもオーバースイングを動画にしてないよね、多分。うん。最初の方撮ったね。ああ、そう、最初の方ね。じゃあ、今年版のオーバースイング、やります。平井博明のワンラップゴルフ。これもね、見てて多い。多いんだ。多い。オーバースイングめっちゃ多い。振りかぶりたいもんね。振りかぶりたい。で、振りかぶったら飛ぶと思ってる。思う。うん。ジェフはここで280ヤード。それ言ってたよね。そう。俺嘘だと思ってるから、それ。キャン系ないから。なんでなんだろうね。やっぱ右腕使ってるからね。バーンって。あ、振りかぶったところって別に加速しないの、ヘッドって。加速しない。頑張んなきゃいけないから。すごい高いところから、頭の後ろから持ってきても。うん。疲れちゃう。ここまで来るのに。ああ、乗らないんだ、別にスピード、うん。で、オーバースイングがすごく最近多くて、うん、で、オーバースイングってダフって左とか、うん、戻ってこなくて右とか、結構多いのよ。で、強く叩けないことが多かったの。で、その人の共通点ってみんなオーバースイング。で、オーバースイングってこう上がる。こう上がったらこう上がる、うん。で、こう上がったらこう上がる。で、こうなったらオーバースイング。だから先にこうなる、うん、はい、こうなる、うん、こっから左手のグリップってこの辺まで高さ変わんないの、こうやって、うんうんうん、でこっからこうやって上がっていく、はいはいはい、だからこっからもうこう上がるの、左がこうやってこうなるから、こうを、で右肩上がるでしょ、うん、でこのままこうやっていくでしょ、で押されてこうくる、でオーバーセンスカーンってくるからだから右肩視点にしてあげるんだ。そう。だからここを視点にして、こうやってあげる。そっか、右肩視点にすれば、うん、上がんないもんね、左手。そう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 。左がこうぐーっと下がる。うん。こうやって。そうだね、右肩が視点なんだから、右肩の下で、まあ、上がり最下点になるから、そうそうそう、左手はそこまで、上がんないってことだもんね。そう。で、右肩を視点にすれば、ここが最下点になるって今登録言ってくれたでしょ、うん、だから、ここで振ってあげて、インパクトが間に合うのかって。へぇー。こうやって。そう。そこと繋がって、だから、ここが最下点だから、ここまで左のこのグリップの高さは変わらないの、こうやって。うんうんうん、で、こっから上がるから。こうやって。こう。それもさ、考えてそうしてんの？考えてないね。そうだよね。うん、そんなのだ、いちいち考えたらなんか動けない気もするんだよね。そこで同じことでしょっていう考えっていうのは、うん、ヘッドを低く飛球線にこうやって、まあそうだよね。飛こうとしてるだけ。だから、ここがとかは考えてない。あ、クラブがこう引ければ勝手にそうなるから、うんうんうん。こうやって。で、ここの輪っかをくぐるために、下に移動しなきゃこういけないでしょ、うん、はいはい。だから、輪っかの下にクラブを移動させるってことを考えてる。こうやって。こうやって。そう。そういう動きを考えてる。なるほどね。うん。そうすると、こう、深い位置からグーって持ち上げられる。結果的にね。そうそう、こうやって。そう。あ、そっか、輪っか通すのはね、クラブの話だからね。そう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 。クラブヘッドを輪っか通すねって言ってんだから、そう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 、どう動いてねじゃなくて、そう、輪っか通してみてねっていう。そう。こういう、こういう動きをね。うん。うん、だから、反対側に右も深くこうやって、そう、こうやってなって、ここの下に行かないと、こう入れないよね、うん。そう。だから、右を伸ばしていくの、こうやって。こうやって。なっていく。だそれが左右対称の動きになってくると、クラブが勝手に触れてるから、うん、そうなってきたら。こうなって、こうなるんだから、こうなるじゃない、クラブが。こうやって。そっか。そう。そうそう、ヘッドがめっちゃ動いてるから。ええー。うん。そうなってくる。勝手にね。その意識で打ったことないからわかんないんだけどさ、バックスイング側でさ、輪っか通してさ、フォローでも輪っか通そうと思いながらさ、でもボール打つんでしょってなるけど、打てるもんだ。順調に。輪っか通す意識だけで、ボールも打とうとするの。うん、それどう？それは分ける。あ、分けんの？分ける。輪っか通すのはドリル。はい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 、はい、うん。で、その動きに慣れてきたらボール打ってみる。で、ボール打ってボールがうまく打てないんだったらまた輪っかやる。ドリルに戻る。
そう、それを分ける。あ、だから素振りはじゃあその輪っか通す、うん、そうそうそう意識なんだ。そう。こうやって。今輪っか通した。うん、で今のまま打っただけ、うん。輪っか通すイメージのまま打った。で輪っか通すのがこう自然にできるようになってから打たないとダメなんだね。うん、本当は、うん。クラブをまずこう立たせてあげることが大事だから。うん、これがこうなってたり、こうなってたりしたら、うん、まあ、そもそもヘッドが動いてないんだから、当たらない。当たっても飛ばない。うん。輪っか通すとすると、オーバースイングにはなんないんだ。うん、なんない。なりにくいね。うん。軸がこうなんないからね。はい、うん。試しにやってみて、輪っか通してオーバースイングしてみる。できない？うん。難しいよね。今グキってなってる。うん、危ない。めっちゃ危ないな。あ、すっごい危ない。上がんないんだ。上がんない。苦しくなっちゃう。本当はここで止まるからね、こうやって。それじゃ、そう、上がんないもんね。うん。ここ支点にしてるし、90度入るし。上がんないよね。うん、変な形になるね。うん。難しい、難しくなっちゃう。だから本当は多分できない動き。あ、うん、じゃあ輪っか通しはそういうふうにはなんないんだね。なんないと思う。こうやってやってればね。はいはいはい、はい。絶対に故意にやってることなんだよね。オーバースイングって。何か無意識で。はいはい、うん。止めなきゃいけないものを動かしてたり。うん。うん、まあそれは故意じゃないかもしれないけど、うん、でもストッパーが効いてないとかね。うん。結構、まあ女性なんか肩関節とか柔らかい人なんかはもうこうやってクニャーンってこうやってオーバースイングになっちゃう人も多いけどね。なんか確かそういう風な人見るわ、うん。イメージあるでしょ。あるある。うん、めっちゃであれしょインサイドにロールしてんでしょ。そう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 。こうやってすごい横に振る感じのこういう。あ、見る。そう。あれでもやっぱ垂れちゃうの力がないから。垂れちゃう垂れちゃう。ここでこう。止めてらんないから。あ、それでか。うん。プラス重いクラブなんか使ったら余計垂れるからね。今度帰りも垂れるから、こうやって。ああ。うん。そういう風になっちゃう。うん。それはこう、怖いよね。ミスが出るからね。うん。しっかりクラブを制御してあげなきゃいけないことはすごい大事。オーバースイング本当多いんだよな。第一に、こう、手がこうやって上がること。うん。こう上がんない。必ずこっちだから。と軸がこうなる、うん、はい、でこうなるのを我慢するのは顎こっち向けとけばいい。そしたら絶対なんないから。あ、こうなんないから。そっかそっか、うん、だからちょっとこうやって顎やっとけばバックスイング浅くなるからね。うん。あとはこうなったらこうなる人もいるから、どっちみちこうなることはあんまり良くないから、うん、上から入りすぎたりね。しっかりとこうまっすぐよりもちょっと右に傾くぐらいオーバースイングになる人は、でその軸変えないで取ってあげればこうはなんないから、うん、あんまり振りかぶんない。結局さ、輪っか通するってどれでも言うじゃん。うん、通せたら悪いこといっぱい消えんだね。消える消える。その左肘畳むのもそうだし、オーバースイングもしなくなるし、あとこの前なんだっけ、あのズームのかミーティングの時にも輪っか通すイメージの話しなかった、うんうん、すげえ大事なんじゃない、もしかして。輪っか通す、あの輪っか通したらヘッドが走らせられないことがないから、絶対走るんだから。ヘッド走んないことがないから、うん、こことここに移動させるっつったらここやばいから、うん、そういうことなんだ。ああ、じゃあ結構初心者動画とかで入れてあげた方がいいレベルの、絶対それやった方がいいよっていうレベルのことなんだ、うん、輪っかは。そう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 。一番最後の初心者動画、うん、あれには入ってるよね。入ってるっけ、うん、そっか、うん。あれは入ってる。UFO と仮面武道会と輪っかは入ってる。そっか、うん。ここをね、こう。こことここの輪っかにクラブヘッドをこうやって通してあげる。うん、下から。万能だね、結構。万能だね。万能ってか他のことができないのか。そう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 。ヘッドを動かすっていうことに特化できるっつうか。うん。ここで立てるでしょ。うん。で、反対側に立てるのに右手を使ってくる。こうやって。
使わないと立たないんだ。立たない。間に合わないから。間に合ったら飛ぶんだけどね。そんな勢いでこっからこっちに来るんだ。はいはいはい。いくらゆっくりしたって飛ぶんだ。すごく重要。で、そっから、それがベースとなって、うん、じゃあ、飛ぶけども、うん、僕にはコントロール性がちょっと欲しいなっていう方がいたら、うん、じゃあそのコックのドアリっていうのを緩めていけばいいのよ。そうするとヘッドの走りが変わる、弱くなるから。で、強烈にコックして、こっち強烈にコックしたら強烈に走るんだから、そう、その度合いを変えていく。そういうことか、そういうことか。だから初心者の時って全部フルテンでいいわけよ。やることが。だけど、レベルが上がっていくと、許容範囲に収めなきゃいけなくなるわけよ。うん、間を取らなきゃいけない。調整もできるようになるってこと？なる、なる、なる。うん。だから、やりすぎちゃいけないし、それは好きなところに調整してくださいってことなんだ。うん、そう。だから、レベルが上になればなるほど、まあ難しくなる、うん。そっか、距離感もそうだもんね。距離感も。初めは調整なんかできないんだから、そう、全開振ってればいいの。打つ距離しか打てないもんね。そう。で、加減なんかできないんだから。そう。で、それが打てるようになってきたら、じゃあ今度弱く打ってみたいとか、ってなってくる。それと一緒か。そう。それが、スイングの度合いもそう。スピードだったり、強さだったり。それで距離感もつかめていく。うん。そういうのをやっていかなきゃいけないレベルに入ってくるから。とりあえず輪っかでフルテンしてればいいんだ。最初はね。うん。それがすごい大事。うん。ヘッド走るってことはあれだな、フェアウェイウッドとかも打てるようになっちゃう？全然打てる。全然打てる。ヘアウェイウッドって難しくないから。どっちかって言ったら簡単なレベルなんだから、ヘアウェイウッドって。そうなの？そりゃそうよ。7番や6番やのは全然難しいから。なぜか知んないけど、ヘアウェイウッドを打たないで、うん、7番打てとか8番打てとか言うのよ、うん。だからそっちを練習してるから打てるようになってるだけで、例えばね、日本の教えがね、最初はヘアウェイウッド打てって言ったら変わってるよ。あ、そう？そりゃそうだよ。そんなもん。そんな程度。あ、そう。うん。あ、ヘアウェイトが基本なんだって、ヘアウェイト打ってる人はヘアウェイト苦手な人いないから。あ、ずっと打ってるもんね。そう。そんなもんだよ。だから7番アイアンを持たせる方が悪いんだから。こうやって。今輪っか通しただけだ、こうやって。それどんな打てんの？そう。あれに背屈入れていい？うん。上がるんだ。浮くでしょ？上がる。そう。輪っか通して背屈入れたの。最初のは輪っか通しただけ。輪っか通すだけでもある程度は背屈入るんでしょ？入る入る入る。入るけど、より入れるんだ。そう。めっちゃ入れるから。あ、そうか。振れば振るほど入れるんだから。うん。パターだけで言うと、こうやって入れるから。どういうこと？パターって、うん、こうじゃないのよ、うん。こうやって打つの。こうやって。あ、そういうこと、そこで入れんだ。そう。度合いで言うと、これぐらい。1センチぐらいしか動いてないけどね。これでね、5メーターぐらいのパッティングの背屈具合。自分で入れる、ブーストを入れる。だから、これだったら全然飛ばないの、パターンって。あ、そうなんだ。そう。それに、こうやって入れるの。こうやって振ってんの、ちゃんと。そう。その時何やってるかって言ったら、ギュッてしたの。こうやって。そうすると背屈するの、こうやって。あ、そっか、そのぐらいでいいんだ。そう。こうやって。そうするとね、転がりがめっちゃいいから。ここだけサロンにして。できない。できないですか、めんどくさいから投げて。そうそう、そうだね。これぐらいのストロークだとするで、パター、うん。したらね、これぐらい。めっちゃ変わるから。5メーター打ってんの7メーター行くから。それぐらい変わる、転がりが。パターでも輪っか通すの？ 30 ヤードぐらい打てばね。パターはね、うん、何にもしない。ほんと、鉄の物体を上げて下ろすだけ。ボールにぶつけるだけ。さらに何もしないんだじゃん。何もしない。一番何もしないんじゃない？なんかすごい繊細そうなのに。繊細だからか。そう。だから感覚 100% なの。だから、目の下とか、ボール目の下とかでじゃ、やんない。やんないで。まっすぐ打てるところに置いておけばいい。これ初心者の方、絶対やってください。何はこう。何はこう。だから関係ないパターンは。飛ばしじゃないから。筋肉じゃないんだから。
結構自由に打っていいのじゃん。全然自由。絶対に100発って100発まっすぐ行く打ち方を見つけたもん勝ちなんだ、パターンって。あ、だからあのパターンマットでいいんだ。そう。で、まっすぐ行くことができるようになったら、距離感って言ったでしょ。そう。だから、先に距離感とかじゃないのよ。先に距離感なんて出せないから。まっすぐ行かせられるようになることが大事だから、それクリアしたらほぼゴールよ。したら勝手に距離感になるんだから。だから絶対にこうやって、どんな打ち方でも、ラインをまたがなきゃいいんだから、パターンって。こうやって打たなきゃいいんだから。そうなの？そう、これは違反だけど。そうなんだ。そう。だからこうやって打ったっていいんだから。実際にこうやって打つプロいるんだから。あ、そんなに前向く人いるんだ。そう。それが一番まっすぐ行く打ち方だから。そう。だから、なんだっていいアドレス。とにかく本当何回も言うけど、自分がもう狙ったところに全部行きそうな打ち方を見つけたもん勝ち。構えとか、そういうのはどうでもいい。だからね、意外とパターとか、アプローチもそれに近いんでね、半分そういうのが入る。だから、そういうものをしっかりと自分で見つけることが大事。オーバースイング気をつけてくださいっていう動画です。違う、輪っか通すのは万能ですって話だ、ね。あ、そうだ。そっちの方がでかかったね。そうだね。そうしよう。八景島のバブルリングですね。イルカちゃんの。そう。それがすごい、こことこの輪っかを通すのはすごい大事なんで、絶対に意識してください。もう動画もう何本かあってわかんない。どれに埋もれてるかわかんないですけど、そういう動画も出てるんで、その辺の動画見漁ってください。どれかわかんないから。わかんないから。これをその動画にしようじゃん。そうだね。これを見れば。うん。オーバースイングからいろんな話に枝分かれしましたけども、大事なことっていうのは、ヘッドをこう、ちゃんと動かすことっていうのはすごく大事。なんで、まあ、その意識をすることっていうのが、その、こことここに輪っかを下からヘッドを通すっていうことなんですね。その意識でちょっと練習してみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。